ビデオダイアリー、August the 27th, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。ビデオ日誌、2023年8月27日、林博史です。こんにちは。今日は、自由についての動画を20本アップロードさせていただきました。自由です。漢字では自由と書きますが、これを読み直すとですね、自らによるという意味なんですね。自由というのは自らによるということを意味します。好き勝手なことをのほほうずにですね。まあ、でたらめにすることは、これは自由ではないわけです。自由というのはですね、自らによる。己こそ、己のよるべ、己を起きて、誰によるべぞ。つまり、ブッダの自由論へとつながっていきます。つまり、自分で考えて、判断して、そして自分で行動し、責任を取る。それが自由の大原則ということになります。まず自分で考えることですね。考えるから人間は人間ということになるわけです。パンセの、言葉を借りるまでもありませんね。私たちは本当にか弱い、ひ弱な、足のような人間ですけどもね。しかし、何故に私やあなたが人間であるかといえばですね、考えるからなんですね。考えるから人間なんですよね。ということになるわけです。そして次に、判断するわけですね。その判断するということはですね、常に、ある意味で、その間違いもあるだろうし、責任も問わされることもあるだろうけれども、ともかくも判断するわけですよね。マーク・トゥエンっていう方はですね、トム・ソーヤの中で大変興味深いことを言ってますよね。今、言葉は正しくないと言いますか、今、目を閉じてですね、話しているもんですから、あくまでも私の記憶によるもんなんですけども、自分がね、誰かと同じことをしていると感じたら、その時は自分が変わるべき時なんだよ、ということなんですね。私がですね、あれはあなたがですね、何かをしている。しかし、どこかで誰かがしたようなことをですね、同じようなことをね、自分がしているというふうに感じたら、その時こそ自分がですね、自分の方がですよ、先に変わるべき時ということなんですね。で、トム・ソーヤの中で、マーク・テンはそのように言っているわけですけども、その他人と同じことをしていたらという部分をですね、他人と同じように考えていたらとも読み替えることができるわけです。自分がですね、何かを考えた。いつも考えている。しかし、いつの間にかですね、みんなと同じように考え始めているというふうに考えたらですね、その時こそ自分の方の考えを改めろということなんですよね。そうして、その自由というものを少しずつ完成させていくということになります。そして次に行動ということになるわけです。行動にはいろんな自由が含まれますけどもね、思想、言論、宗教ね、移動の自由っていろいろあるわけですけども、そうした行動の自由ということなんですね。で、ここでですね、ブッダと、いわゆる東洋のですね、ブッダ思想とですね、それから西洋の自由思想がですね、二つの輪になるわけです。もっと言うとですね、この自由の中にはですね、二種類あるということですね。つまり、己の欲望からの解放を説いたのが、ブッダということになるわけです。というのは人間というのはですね、私もあなたもそうなんでしょうけども、常に欲望の奴隷となって動かされているということですね。それを仏教の世界では、煩悩って言いますけどもね。つまり、自分は自分であったと思い込んでいるわけですけども、しかしその自分とてですね、自分の中に潜む欲望の奴隷でしかない。ということがあるわけです。その方の、その、なんていうか、奴隷感、奴隷って言いますか、その自分の中の欲望っていうものがですね、つまりは、私という、
己ですよね。己を支配し、またそれの、その欲望に応じて、私たちは、まあ、動く、考えるということになってるわけですけども、しかしということになるわけですよね。なかなかそれ、自分の中にその欲望があってですね、自分は、あ、欲望の奴隷だな、というふうに気がつくということは、これは大変なメタ認知能力ということになるわけです。簡単にできることではないということですね。まあ、もっと言えばですね、私たちはまさに欲望の塊であるということです。そしていつの間にかですね、知らず知らずのうちにその欲望の奴隷となって、つまりはその欲望に動かされているということになるわけです。で、ブッダはその欲望からの解放を説いたわけですよね。つまり、内面世界における解放、自由を求める解放とですね、もう一つは外面世界における自由ですよね。まあ、それを端的に表し、それをですね、端的に人間が追求した時代というのは、要するに18世紀後半のですね、フランス革命ということになるわけです。つまり、自由にも2種類あるということですね。内面世界における自由。まあ、これを解放というわけですけどもね。で、もう一つは、外面世界における自由ということになります。この二つの輪がですね、一つの棒でつながって初めて車になるわけです。まあ、こうしてですね、自由にも二種類あるということですね。で、話を戻しますと、自分で行動するという中にはですね、つまりは、確かにその、いわゆる行動的な自由の解放ということがあるわけですけども、もう一つはやはり、自分の心の中に潜んでいる欲望ですね。この欲望の奴隷になるとですね、自分が奴隷であるとも気がつかないまま、その奴隷になっているわけです。わかりやすい例で言えばですね、金権狂というのがありますよね。金が欲しい、金が欲しい、朝から晩まで金、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 ああ、金だ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 、と言って、その欲望の奴隷となる。あるいは権力ですね。権力であいつを動かしてる、こいつを動かしてる、あれはやってやる、これやってやる、こうすれば間違いができるぞ、間違いできたら今度はビルを建てる、ビルを建てたら今度はアパートを建てる、金儲けてやるぞっていうふうにして、自分の力っていうものをですね、どん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 と増幅、増大させていくわけです。まあ、これもある意味でね、自分の中に潜む欲望の奴隷でしかないということになります。で、あるとき気がつくわけですよね。それはみんなそうだと思いますね。まあ、気がつくときが来るんですね。ああ、虚しいことしたな。自分の命を無駄にしたな。時間を無駄にしたな。というんですね。ちょっと話変わりますけれども、命イコール時間なんですよ。時間イコール命なんですね。その命の無駄の仕方っていうのはいくらでもあるわけです。例えば、ね、つまんないこと、些細なことをね、まあ、しながら、そして時間を潰す。時間を無駄にする。それも結局はつまるところ命を無駄にするということになるわけですよね。あるいは一日と一箱のタバコを吸う。吸いながら、ああ気持ちいい気持ちいいと思いながら吸う。結局は命を無駄にする。早く死ぬということですね。結局は時間を無駄にするということになってくるわけです。まあ、時間の無駄の仕方というのはいろいろありますよね。イコールそれが命の無駄の仕方ということになってくるわけです。ですから私ね、これは内省鑑賞で大変申し訳ないんですけども、若い人でね、もう朝から晩までゲームをやってる人いますけども、まさに命そのものを無駄にしているということになるわけですよね。はい。時間を無駄にしてるんじゃないですよ。その人は時間を無駄にしているとは思いませんからね、思っていないでしょうね。自分は楽しんでるからそれでいいんだってなりますけども、結局は限りある命を無駄にしているということです。その無駄にしている命、無駄にしたら命を無駄にするということがですね、いかに罪深いことであるかということはですね、いつか皆さんはですね、やがて晩年に近づいてくるわけですよね。その時に何に後悔するかというとですね、ああ、時間を無駄にしたという思いほど、痛烈、強烈なんですね、悔恨の念というのはないわけです。私の最も仲良かった、まあ、今でもそうですけども、D 君ですね、D 君はですね、この前もね、会った時にね、君は何を一番後悔してるって聞いたんですよ。オーストラリア人ですけどもね。彼はですね、こう言いましたね。僕はね、若い頃、時間を無駄にした。それが悔やまれるってことを言いましたね。
本当に充実した素晴らしい人生を送った D 君ですけどもね、その D 君ですらもそう言ってますね。はい。まあ経歴はちょっと今日は言うのはね差し控えますけども、オーストラリアでもトップクラスの知的な階級にいる男です。その D 君でもそのように言いますね。つまりいつか自分の命に限りが出てくるとですね、なんとかあと1年生きたい、半年はダメかっていうふうにして思う時が来るわけです。その時にダーッと跳ね返ってくるのが若い頃にですね、時間を無駄にした、命を無駄にしたという思いですね。はい。まあそれ受けのことでごめんなさい。ですからね、そうならないようにっていう言い方をするとですね、じゃあ林はどうなんだって言われますとね、私自身もですね、もうめちゃめちゃ時間をね無駄にしましたね。本当に今になって思ってみるとですね、なんてこうもつまらんことでね無駄にしたんだろうと思うことがもう次々と出てきますね。ですから今その背がバネのようになってね、跳ね返しになってですね、今こうして皆さんに懸命に懸命に動画をお届けしているという一つの根底にある、まあつまりは分かりやすく言えば自分自身に対する開墾の念イコール怒りですからね。その怒りの念がですね、今私をしてですね、まあこういう自分にしているんだなっていうふうに思うことも時々ありますね。もうこれ以上時間無駄にできないぞっていう感じですね。はい。その時間との戦いになってくるとですね、やがて皆さんもそうだと思うんですけどもね、やがて時間との戦いに自分がですね落とされた時にですね、なんで若い頃にね、ああもう時間を無駄にしたんだろう、イコール命を無駄にしたんだろうと思いますね。そういう時にならないようにとにかく時間を大切にするということですね。その時間を粗末にする第一の理由というのはやっぱり煩悩でしょうね。くだらんこと、つまらんこと、本能のね、命ずるがままにですね、己を制御することなく溺れてですね、その、いわゆる欲望の奴隷となってですね、そして、まあ、その欲望の命ずるがままに、いわゆる、まあ、右往左往しながらですね、自分では何かを成し遂げたというふうに思い込んでいるだけですけども、何にもない。空っぽ。全くの空っぽですよ。地位名誉。財産ね、肩書き、名声、全くの空っぽですよ。その空っぽ感っていうのは、まあ、その最中にいる人にはわからないわけですよね。そして振り返ってみると、そういう自分にしたのは結局は、その向こうにある欲望であったというふうに気がついてくるわけです。つまり、ああ、私は欲望の奴隷だったんだ、って気がつくわけですよね。その欲望からの解放ということがですね、ブッダは言ってるわけですよね。ある時、これは前にも話しましたけどもね、ある時一人の男がですね、ブッダのところにやってきて、ブッダよ、私は幸せになりたい。私はブッダ、幸せになりたい。どうすれば幸せになれるんですか？と言ったらですね、ブッダがこう答えたと言うんですよ。まず、私、エゴを取りなさいと。まず、私を捨てなさいと。それから次に、何々欲しい、何々なりたい、何々をもっともっとというその気持ち、つまり煩悩を捨てなさいと。つまり私と煩悩を捨てればあなたは幸福になれますよ、というふうに説いているわけですよね。そこでまたこれは別の北行の言葉なんですけども、じゃあブッダ、幸福とは何なんですかと。ブッダの説くところの幸福というのは何なんですか？人間が求めてやまない。つまりその究極の目的は何ですか？ということをですね、ブッダに飛びかけるわけです。するとブッダはですね、究極の人間が求める幸福は、安らかで、安穏で、優しくて、穏やかで、怒りもなく恨みもつらみもない、妬みもない世界で、心を解放させることなんですよ、ということを言ってるわけですよね。その状態を幸福というわけですよね。つまり私たちは何のために生きてるかというとですね、幸福を求めて生きているわけですよね。あなたも私も結局は幸福になりたいと思って生きているわけです。じゃあその幸福とは何かというと、豪華な御殿に住んで、権力バンバン振りかざして、金ピカピカの家に住んで、ねえ、そして、それは幸福でも何でもないわけです。
本当の幸福というのは、今も言いましたように、穏やかで、ね、優しい気持ちで、満ち足りた安堵感に満たされて、はい、そういう世界に今、ほっとした、ほっと、まあそういう世界でですね、人を行き着くことを幸福というわけですね。まあそれにいろんな反論もあるでしょうけども、私はそれ、その通りだと思いますね。そういう意味では、ブッダというのはすごい方だと思いますね。まあそれ、前にも言いましたけども、そういうことなんです。そして話を戻しますと、自由になって、自分の心を、まあ、なりますかね、縛り付けている鎖をですね、どん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 外していくわけですよ。で、同時に今度は行動の自由ですよね。その行動の自由の足かせになっているものをどん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 と外していくわけですよね。そして、自由というものを求めていくということになります。そして、考える。自分で考える。アメリカなんかですとね、どこの小学校や中学校行ってもですね、インディペンデント・ティンカーという言葉があってありますね。インディペンデント・ティンカー。つまり、独立した思想人というふうに訳したらいいんでしょうか。インディペンデント・ティンカーですね。オーストラリアに言いますとね、良き家庭人という言葉があちこちに貼ってありますけどもね、標語として。まあ、その良き家庭人として子供を育てることが教育の目標なんですよということをね、まあ、欧米の先生たちは言いますね。アメリカ人はどういうわけか、インディペンデントという言葉が好きですね。はい。自分がですね、隣の人のこと、同じようなことを考えていたらですね、自分の方こそ、その時こそ変わるべきっていう考え方なんですね。ですからまあ、その分だけ、まあ、はたから見るとですね、個性的な生き方をしているわけです。はい。この人はこの人なんだというつかみどころを、その人の個性というわけですけどもね。そうでない人はそうでありませんからね。と同時に、どうなんでしょうか。同じ仕事をするにしてもですね、何かの歯車の一つになって、自分がいなかったら誰か他の人がするだろう。そして自分は歯車になって、次の日も来る日も来る日も、月の月も次の年も同じようなことをしているというのであればですね、それはある意味で仕方ないのかということかもしれませんけども、自己創出へとつながっていくんじゃないのかなと思いますね。まあそれは厳しい言葉ですから、いろいろと考えられますけども、その中でも何かね、こう光るものを求めて、つまり、あくまでもそれは生活のための手段ですから、しかし目標ではないわけですよね。を求めていくという意味においてね、やっぱりインディペンデント・ティンカーということが大切ではないのかなと思いますね。それが私なんだ。よく誤解されますけども、個性というのはですね、チャラチャラしたね、髪の毛にしてチャラチャラした化粧をして、チャラチャラした服を着て、キーなね、キーを照らったようなですね、つまりは、まあ、で、それは、個性でも何でもないんですよ。個性というのは生き様の問題ですからね。その人の生き方が個性的であるかどうかってことなんですよね。つまり生き様の問題ですから、外面からはわからないんですよね。その人の内面世界における個性というのはわからないわけです。しかし、その人自身が個性を追求するということですね。はい。もっと言えば、外見的な個性なんてものはバカ臭くてやがてできなくなりますけどもね、そんならどうでもいいよってことになってくるわけですけどもね。まあそれも一つのインディペンデント・ティンカーを考えるときの重要なポイントの一つではないかと思います。そして今度は責任を取るってことですね。最後には自分で責任を取る。こうして4段階ですね。自分で考えて、判断して、行動して、そして責任を取る。これがですね、自由の大原則なんですよね。その自由というものをですね、今度は個人の枠から社会、社会から国というふうに広げていくとですね、この自由というものがですね、いかに尊いものであるかということが分かってくるわけです。まあ歴史を見てもですね、まあ私たち今ね、現在、この日本は大変恵まれていると思うんですけども、その自由なる国に今いるわけですよね。います。いるんですよ。ところが自由というのもですね、1世代、2世代、3世代と続くとですね、空気のようになってしまうんですよね。まあ、あきれば、形がぼやけてくるわけです。そうなるとですね、自由というものについてね、まあ、いわゆる考える、大切にするという意識、意欲というのは薄れてくるわけですけどもね、やっぱりこの自由を確保するということがですね、例えば政治の世界においても、究極の目的、目標ということになっていくわけです。それにはいろんなね、条件が重なりますよ。
無数、もういや、あらゆる場所における条件が課されますけれども、しかしそれが私たちが目指すべき、つまりは運命ということになるのではないでしょうか。そして政治体制はですね、一人の人間、権力を首都に集中させるような政治体制というのは、これは異常です。それも皆さんご存知の通りですよね。はい。一人の人間に全ての権力を集中させる、もっともっと集中させる、そして結果的にまで見るのは独裁者ということになるわけですけども、いかにその独裁者の世界におけるですね、つまりはこの社会というものがですね、いかに息苦しいものであるかということになってくるわけです。こうしてですね、つまりは自由と、それから、まあ、その相互主義、相互でね、不完全でボロボロかもしれないけれども、しかしみんなで話し合って、みんなで方向を定めていこうという、つまりは民主主義の原則がそこから生まれてくるわけです。一人の独裁者、夜権力者を生んではいけない。だったらどうするか。みんなが相互にね、監視し合って、話し合って、みんなが力を合わせて意思決定をしてですね、そしてみんなで前に進んでいくという民主主義の精神へともつながっていくわけです。まあ、ともかくもですね、今日はですね、自由というものについてね、私の考えているところをですね、まあ、その今話のことはほとんどその中では語ってませんけどもね、自由というものについてのね、謎解きをですね、謎を解いてきた、その動画をですね、今20本まとめて皆さんにご覧いただけるようにしてありますから、どうかご覧になってください。で、今背景で流している動画はですね、つまりは国連のですね、安全保障委員会ですね、安保理ですね、の壁画に飾ってある、その壁画がですね、壁画に飾っておかしい、壁に飾ってある壁画もおかしいですね、壁に飾ってある絵がですね、大変奇妙なものであるということを皆さんに説明しています。どう考えても、それからこの動画発表してもう5、6年、7、8年なんですけどもね、現在2023年ですけども、どこからどう見てもこれ全体主義の壁画なんですよね。そしてアローコとか下の方でですね、マルトックの愛玩ペットのムシュスーがですね、槍で突き刺されてますね。マルトック。はい、もう何度も申し上げてきましたから、まあ、バビロンの出身にしてね、エヌマイエルして50の名を持つ神様、マルトックということになるわけですけども、そのマルトックの愛玩ペットであるムーシュスーがですね、槍というか、まあ、刺さっていますよね。上から下に槍が突き刺さってますね。イコールマルトックの象徴的な死を意味しているわけです。とんでもないということをですね、皆さんに分かってもらいたくてですね、まあ、この動画を作ってみました。まさに人間が人間たる理由はですね、自由にものを考えて、ね、判断して行動して責任を取る。それが自由の根幹である。その自由を支えている、人間の根幹である自由を支えているのがマルトクであり、カインであり、イキギということになってくるわけです。はい。そうでないのはそうでない。断言して良いでしょうね。はい。ということでですね、まあ、そこから世界を飛ぶと今度ね、宗教論に入ってきますからね、今日はここで止めておきますけれども、要するに私が皆さんにお伝えしたいことはですね、そのマルトックのムシュスをですね、槍で突き刺しているという絵がですね、国連安保理、UN ですよ、に飾ってあるということです。はい。私はこれはですね、あってはならない絵だと思います。はっきり言います。まあ、絵の質も内容もですね、もうなんて言いますか、稚拙で、どうしようもないですね。それはもう皆さん、いかがでしょうか。国連のね、安保理に飾ってる絵をね、そのようにけなしていいものかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、この動画を発表してですね、もう7、8年になるですね、これね、ところどころ、その都度作り直してますけどもね、はい。どう考えてもこれはですね、どっかの独裁国家のね、を賛美するような絵ではないかと思います。つまりこんな絵がですね、国連安保理の理事会、まあ、安保理の総会なんかそこでなされるんですけどもね、そういうところに飾ってあるということについてね、私たちはもっと声を上げてもいいんじゃないかと思いますけどもね、いかがでしょうか。
ということで、今日のビデオダイアリーはですね、自由について考えてみました。今ある自由というものをですね、大切にし、守り、育てていく。それがですね、今の私たち日本人に与えられた運命ではないかと思います。あまりにも当たり前になっている自由であるがゆえにですね、実体感が薄れてきていますけども、それを信頼する、まあ、いろいろありますよね。そういうものに対しては、戦っていく。言論の自由を使って戦っていく。ということがですね、今私たちに求められているのではないかと思います。はい。またこの続きはですね、今度考えてみたいと思います。では今日のビデオであり、ここで終わります。己こそ、己の愚べなんですよ。自分で生きていくんですよ。ということなんですね。ブッダ自身がそう説いてるんですから。神頼みね。しちゃいけませんよ。ということで、今日のビデオであり終わります。本当に終わります。Bye for now. In 2013, Norway's foreign minister, Espen Barth Eide, stated that Kroc's ambition was to give the United Nations a chamber that could inspire those working in it to carry out the core of the United Nations mandate. Kroc's mural has been met with controversy. Some, such as the Los Angeles Times, called itimaginative, while the BBC described it as the world's worst mural at which I have sat and gazed for many bewildering hours. 国連の安全保障委員会の会議室に一枚の壁画が飾ってある。1952年に飾られたノルウェーの画家ペール・クローグによるものである。ノルウェー政府によって国連に寄贈された。その絵について2013年にノルウェーの外務大臣はクローグの意図についてこう説明している。この絵はこの場で仕事をする人たちをその職務を実行することを鼓舞するために描かれたものであると。がこの絵はその後論争の的になった。ロサンゼルスタイムズは創造的であると評価したのに対してBBC は世界最悪の壁画である。私は当惑したままその絵を見つめながら座っていたと評価した。広志林、浜松シティ、ジャパン。評価が真っ二つに分かれる壁画ということになりますが、その壁画を検証してみます。国連の安全保障委員会の部屋です。その部屋の中央にペール・クローグの絵が飾られています。で、この絵は見るからに不思議な絵ということになります。で、私はその絵の下の部分に注目してみました。今、黄枠で囲った部分に
注意してください。ここに何やら奇妙な動物のようなものが描かれています。拡大してみます。ここに描かれているのはイシュタール門の壁画に描かれているムシュスーと私は判断しました。神マルドゥックの愛玩動物ということになります。もともとこのイシュタール門はバビロンの門であったわけですけども、現在はドイツに展示されています。バビロン、つまりマルドゥックを主神とする都市国家でした。そのイシュタール門に書かれていたムシュスーと形が酷似しています。で、その上にもう一つ奇妙な動物らしきものが描かれています。口に剣を持っています。この様子はグノーシス主義、グノーシス教の、つまりはシンボリックな動物、あるいは神、あるいは悪魔と酷似しています。判断しかねています。この赤枠を囲った部分に注意してください。ここに奇妙な神、あるいは悪魔が描かれています。がこれはひょっとしたら神ということになりますが、その神がやはり剣を持って戦っている様子が描かれています。それと同じものがですね、ペール・クロークの絵の中にも描かれているということです。口には剣を持っています。ここで注意していただきたいことは、ムシュスーはバビロニア帝国時代においてはマルドゥックと彼の息子のナブの聖獣であるという点です。その聖獣ムシュスーをこのような形で殺しているということはですね、つまりはこの絵全体がアンチマルドゥックの姿勢を示したものと考えられます。そのマルドゥックが殺されている様子を象徴的に表しているのがこの絵ということになります。地下世界の怪物によって殺害されているというわけです。バビロニアの神としては誠にもって似つかわしくない場所にいるということになります。つまり地獄にいるということになるわけです。下半分が地獄、上半分が天国ということになります。ではその天国にはどんな絵が描かれているのでしょうか。それを皆さんにご覧いただきます。この絵などは天国というよりはどこかの独裁国家のマスゲームのようでもあり、私はやはり不気味に感じます。皆さんのご意見はいかがでしょうか。さらに検証を重ねてみます。ペール・クローグの絵ということになりますが、この絵の中にはさまざまな光景が描かれています。
地獄から助け出される人ですね。で、この人に注目していただきたいと思います。手に鎖を巻かれています。そして中央に鳥、おそらくフェニックスだと思われますけども、それが描かれています。そして下に地獄というわけです。そしてその地獄でマルドックが刺されて殺されているという絵なんですね。で、この手に鎖ということはですね、これはまさしく自由の像、ジェニーの象徴的な像ということになるのではないでしょうか。ノルウェーの画家ペール・クローグですから、フランスのジェニーを知らないはずがありません。まさしくフランス革命の象徴的な像ということになります。現在の今もバスティーユの広場にこの像が飾ってあります。手に鎖を持っている点に注意してください。そして中央のペール・クローグの絵もやはり手に鎖を巻かれています。つまりこの人物はバスティーユのジェニーを模したものであると私は考えています。そしてその中央にこのような絵が描かれています。この絵もまたどこかの国の集団結婚式のようなものを連想させるのではないでしょうか。しかしこれが国連安全保障理事会が私たちに求める理想社会ということになるのでしょうか。大きな大きな疑問符がつきますが、なぜか。その理由の一つが次の絵にあります。ペール・クローグは数多くの絵画を残していますが、その中にはこんな絵画もあります。明らかにバフォメットを模した絵画ということになります。そしてここに描かれているバフォメットはまさに邪悪なバフォメットとして描かれているのではないでしょうか。バフォメットイコールマルドック説を重ね合わせてみると、ペール・クローグがなぜこのような絵を描いたかということがよくわかります。で、結論ということになりますが、私林博氏はこのような絵が国連の安全保障理事会の、つまりは世界で最も重要なその部屋の壁画として描かれていることに大きな大きな疑問を感じます。さらに言えば、宗教的に中立であるべきその部屋にこのような極めて宗教色の強い絵が飾られていて良いものでしょうか。 Bye for now.